もう11月になりましたね。いや本当に時が経つのは早い。この NG 集もついにパート9まで来たんだけど、今回またちょっと新しい結び方をしてるのもたくさんあるので、ぜひ楽しみに見てください。あと今日の投票やってくれましたか？今 TikTok アワードって言って、1年間 TikTok で頑張った人を表彰する賞になんとノミネートされています。1日1回の投票で最優秀賞が決まるので、まだ投票してない人は投票してからこの NG 集をぜひ見てください。それでは今日も楽しんでみてください。焼肉の上のネギに切れています。だって生肉の上に置かれたネギ切れた下に、そうじゃないとしても一人一人もっと危機管理を。え、踊り取れないじゃん。なんか改めて警備の必要性を。レジから出口まで店員さんとなんとなく歩幅、店員さんとなんとなく歩幅。入ってある化粧品に嫌っています。だってそんな日常でパール見ることないか。あれ、毎年ハロウィンになるとポイ捨てされた。びっくりした。いたずらされるのとお菓子あげるのどっちがいいっていう決まり文句あるけど、なんかこの迷惑もこう、ああ違う、これこそただの短期。なんでそんなに短期なんですか。短期すぎてくさ。ああもう邪魔。最後の方全然使ってないのにお湯がジャージャー出ちゃってるみたいなこともあるじゃん。だから結局節水にもなってらんし。ああもうなんだよ。ダイヤの上にありがちな。ダイヤなー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 な。最後まで見てくれたのにいいねもコメントもしてない人に切れています。だってせっかく最後まで見てくれたなら、なんかリアクションしてほしいんだもん。あとまだの人はチャンネル登録もしてほしいんだもん。